客さん、お客さん。なんや、寝てもうたんか。相当お疲れだったみたいですね。リンパも全然流れてなかったみたいですし、睡眠不足が続いていたんじゃないですか。ああ、そうかもしれんな。じゃあ、今度は仰向けになってもらえますか。ちょっと枕の準備しますね。ねえ、ったく、何してんねん、俺は。あれ、店長？え？いやー、参った参った。財布忘れたまま飯食うてもうたわ。また忘れ物ですか、店長。おお、先週か。いらっしゃい。おお、これはお邪魔やったかな。この方、店長をご指名でいらっしゃったんですよ。お仕事が大変みたいで、体中カチカチで、私が無理言って施術させてもらったんです。ですよね。ああ、そうや。ほう、そない体痛めつける仕事っちゅうも興味ありますな。あれ、店長、ハリーですか、それ。はあ、弟子に任せっきりやったら新規のお客さんに失礼やしな。オプションでハリー行っとこうか思てな。え、本当ですか。お客さんラッキーですよ。店長、常連さん以外ハリ治療やってくれないんです。店長のハリ級だったらお客さんの凝りも良くなるかもしれない。ん、あれ、何の音だろう。あかん、大事なもん忘れたわ。ちょ、お前タバコ買うてこいや。私、ハリやるときわしがタバコで急に火つけるんは知っとるやろ。あ、早く買うてきて。でも私だと時間かかりますよ。大丈夫や。それまでゆっくりこのお客さんのツボチェックせなあかんからな。じゃあ行ってきます。おう、気をつけてな。ふん、早うドス取ったらどうや、固めのあんちゃん。こういう状況も慣れっこっちゅうわけが。脇村誠さんよ。そんな前どこで聞いたんや。どこもかしこもあるかい。テレクラで引っ掛けた女つこうて派手なリサーチかましとりゃ名も売れるわ。ほう、いろいろ調べてきたようやな。なんや、ずいぶん余裕やな。近江の鉄砲玉がなんか知らんが、的の店で気抜いとるような敏郎の殺し相手ならなおさら。ん？悪いことは言わん。このままおとなしゅう帰れば見逃してるで。ふん、引く気はないか。ならゴッドハンドの大サービスや。行くでー。Yeah!
やるやんけ。ただの鉄砲玉やと思っとったが、一味ちゃうな。何もんやお前。こっちのセリフや。なよ。邪魔すんで。やっぱりちんけなチンピラかい。ちゃんとお仲間呼んどったちゅうわけか。なおか、お前の仲間とちゃうんか。なんやと。取り込み中すんまへんな。あんたが店長のリー・ウェンハイやな。牧村誠はどこや。え、リーやと。何言うてんねん。わしが牧村誠や。ああ、何しょうもない嘘ついとんねん。今までそれで乗り切ってきたんかもしれんが、うちらには通用せんで。何やと。あ、せやったら。はい、店長、買ってきましたよ。あれ、店長。まこと、なんやと。おお、ええタイミングや。おかえり、牧村まことちゃん。お客さんですか。おい、さっさと連れてけや。逃げろ、まこと。誠、ええから逃げろ。何なの、店長。店長どこ。牧村、この子が。邪魔すんな、おっさん。おら、おさっとすんな。はい。ああ、誰、何するの。誰、おれ、さっさと連れてけ。なんなんやこりゃ。おっと兄ちゃん、どこ行く気や。ほんまにあの子が牧村誠なんか。ああ、それがどないした。ちゅうかあれ、何もんやね。あの女は俺の獲物や。お前らの勝手にされたら困んねや。そらこっちのセリフやボケ。前あんたも死んどき。逃がしたってくれ。なんやと。あんたしか頼れんのや。あよ、あよ、いかんかい。余計な邪魔しよって。なんやこの状況は。死体の処理が邪魔くさいけどしゃあない。二人ともそのまま蒼天堀に流したら
覚悟できとんな、兄ちゃん。おう、やったれ。Let's go.